はい、どうも、ビーレジェンド柿谷です。今回はですね、大好評ミルキーとですね、こちら激うまチョコを混ぜてですね、今話題のポコちゃんになるかどうか。ポコちゃんわかりますかね？ビーレジェンドミルキー、こっちはね、ペコちゃんのやつはペコちゃん風、ペコちゃん風味じゃない、ミルキー風味なんだけど、もう一つね、500g のペコポコセットが、ここの辺に出るかな、ペコポコセットがあってですね、でそのポコちゃんの方がミルキーココアなわけですよ。今ちょうど、まあ、完売しちゃって在庫切れてるんですけれども、ポコちゃん飲みたいっていう方も多くてですね、ひょっとしたらミルキーの1キロとチョコの1キロあるんで、これをミックスすればひょっとするとミルキーポコちゃん風味、ポコちゃん風味ってポコちゃん味じゃないんだけど、ポコちゃんのミルキーココア風味になるんじゃないかなということをちょっと思ってですね、今回実験してみたいと思います。はい、ということで早速いきましょう。水はいつも通り 200cc ですね。でペコちゃんをまず半分、スプーン2杯入れます。はい、うわー、うまそう、ティラミスみたい、ティラミスみたいで美味しそう。はい、こんな感じで、じゃあいつも通りローリングシェイクからの普通シェイクでいきたいなと思います。うい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 、もうこれぐらいで十分溶けます。いい、溶けました。 2,3 ミリ泡が立ちましたけど、ほとんどありません。おお、なんかどうなんだろう。よし、じゃあまず香りからいってみましょう。ココア、チョコの匂いはするけどよくわかんない。じゃあまあ早速飲んでみましょう。いただきます。うまい、うまいよ。あ、そうか、これはね、4うまいかな、4うまい。あのね、あー惜しいな、ポコちゃんの味よりちょびっとだけ薄い、ちょっとだけどね。だから多分なんだけど、ミルキー2杯に対してチョコを3杯か 2.5 杯ぐらいにすると、多分ね、ポコちゃんそっくりになるんじゃないかな。なんかそんな感じ。ちょっとまたね、あれ、機会があればやりたいなと思うんですけど、だから結論としてはミルキーと激うまチョコを混ぜるとポコちゃんになるということですね。できるっていうことですね。うん、だからまあなんか近い感じにはなるので、もしね、皆さんポコちゃん飲んでみたいという人がいればですね、チョコとペコちゃん、お買い求めいただいてですね、ミックスしていただければ、ポコちゃんもどきができますので、ぜひ飲んでいただければと思います。美味しいです。4うまーでございました。はい、5うまーを目指してですね、いろんなフレーバーのミックスをね、試してみたいなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。さよなら。